高知市海老の丸にできている大きな建物、何ができるのか気になっていた人も多いのではないでしょうか。中四国でパチンコ店や飲食店を展開する企業セントラルグループが、新たなアミューズメント施設を作りたいと初めて温泉施設を手掛けることになり、今年7月末に着工しました。その名は姫和湖の湯。施設は大型の露天風呂や3種類のサウナ、壺湯などに加え岩盤浴を併設、お食事処も作られる予定です。ご家族連れやお友達同士で楽しめる空間、憩いの場になるかと思います。温泉なのでゆっくり使っていただいて、日頃の体の疲れを癒していただいて、高知県はじめ県内外の方に楽しんでいただければと思います。姫和湖の湯は来年の春オープンする予定です。